笑っていますか？歌うことができますか？目指したのはヒューマンサウンド。3つの鍵盤が奏でるふくよかな情感です。人とエレクトーンが今感情という絆でつながる。弾く心を音に、ヤマハエレクトーン EL90 EL70。基本操作編では EL70 を使って基本的な操作をご説明します。 EL90 の場合も基本的に同じ操作です。操作を説明する前にパネルの配置をご紹介しましょう。上鍵盤の音色はアッパーキーボードボイス1、アッパーキーボードボイス2で設定します。下鍵盤の音色はロアーキーボードボイス1、ロアーキーボードボイス2で設定します。リードボイスはソロ音色のグループです。上鍵盤または下鍵盤で弾くことができます。ペダルの音色はペダルボイスから選びます。90ではペダルボイス1、2があります。ペダルの音色は下鍵盤で弾くこともできます。パネルの音色とは別にオルガン系の音色があります。上鍵盤はアッパーフルートボイスで、下鍵盤はロアーフルートボイスでそれぞれ呼び出します。レッスンなどに便利な基本レジストレーションが5種類、ボタンを押すだけでセットできます。リズムを選ぶボタンです。66パターンのプリセットリズムが選べます。そして各鍵盤ごとに指を離した後の音の残る長さを設定できるサステインです。音色やリズムなどに音響効果を加えるリバーブです。そして中心にある LCD ディスプレイ、音色やリズムの設定、効果や機能のコントロールを集中して操作するところです。ディスプレイの右横のディスプレイセレクトでいろいろな機能を画面に呼び出すことができます。データコントロールボタンでディスプレイのデータを選んだり設定することができます。設定した音色やエフェクト、リズムなどの情報を記憶するレジストレーションメモリーボタンです。 EL70 では8個、 EL90 では16個のメモリーボタンがあります。記憶したレジストレーションや演奏を録音再生できるミュージックディスクレコーダーです。操作パネルを簡単にご紹介しました。それでは詳しい操作手順を音出ししながら進めていきましょう。まず電源スイッチを入れます。電源スイッチを入れると自動的に基本レジストレーション1がセットされます。マスターボリュームを真ん中ぐらいにセットし、エクスプレッションペダルで音量を調節します。 EL90 では右側のペダルです。では音を出してみます。
では上鍵盤の音色をセットしてみましょう。アッパーキーボードボイス1のブラスの音色を選んで押すと、ディスプレイにブラスのボイスメニューが表示されます。ディスプレイの下にあるデータコントロールボタンでさらに音色を選びます。ブラス1にしました。 EL90 ではさらに音色の種類が豊富です。ブリリアンスでは音の明るさを調節できます。パネルのボリュームは7段階に調節できます。では音を出してみます。今セットしたブラスのボリュームは下げておきます。次はリードボイスの音色をセットしてみましょう。リードボイスのフルートのボタンを押すと、ディスプレイにフルートのボイスメニューが表示されます。データコントロールボタンでさらにホイッスルの音色を選びます。リードボイスのボリュームを上げます。ブリリアンスで音色の明るさも調節します。またトゥーロアを押すと下鍵盤で弾くことができます。下鍵盤の音色は同じようにピアノをセットしてみます。ペダルの音色も同じようにエレクトリックベースの1をセットしてみます。トゥーロアを押すと、セットしたペダル音色を下鍵盤で弾くことができます。今度はドットボタンに音色をセットしてみましょう。ドットボタンは各音色グループの右端にある数字のボタンです。リードボイスのドットボタンを押すと、ディスプレイにボイスメニューが表示されました。画面の右上のページが1から21ユーザーまであります。ページボタンで音色メニューを選びます。サクソフォンにします。データコントロールボタンでサクソフォンの音色を選びます。ブリリアンス、ボリュームを設定します。ドットボタンを使うと、その音色グループにない音色も自由に呼び出すことができます。では、今までセットした音色で弾いてみます。今までセットした各鍵盤の音色を確認してみましょう。ディスプレイの右横のボイスディスプレイを押すと、各鍵盤にセットされた音色を一目で確認することができます。マニュアルバランスで上鍵盤、下鍵盤のバランスを調節できます。今度はリズムをセットしてみましょう。リズムボタンの8ビートを選んで押すと、
ディスプレイに8ビートのリズムメニューが表示されます。データコントロールボタンで、さらに8ビート2のリズムを選んで、パネルのボリュームをセットします。テンポダイヤルを右に回すとテンポが速くなり、左に回すとテンポが遅くなります。130にセットしてみましょう。スタートを押します。フィルインを押すと変化します。スタートをもう一回押してリズムを止めます。イントロエンディングをオンにしてから、スタートを押すと、最初にイントロのパターンが鳴ってからリズムが始まります。イントロを押しながらスタートさせると、レッスンや練習の時などに便利なカウントが流れます。キーボードパーカッションを使って下鍵盤、ペダル鍵盤で打楽器の音色を出すことができます。まずロアーキーボードボイスのボリュームを下げておきましょう。キーボードパーカッションのロワーをオンして、リズムのボリュームを調節します。トライアングル、カスタネット、タンバリンなどバラエティに富んだ打楽器が44種類用意されています。サステインは鍵盤から指を離しても音の余韻が残る効果です。各鍵盤ごとにかけることができます。上鍵盤にサステインをかける場合はアッパーをオンに、下鍵盤の場合はロアーをオンにします。ディスプレイにアッパー、ロアー、ペダル、それぞれのサステインの状態が表示されます。データコントロールボタンでロアーの長さを設定します。2レバーで部分的にサステインをかけることができます。音色やリズムなどがセットできたら、メモリーボタンに記憶させましょう。EL70 では8個、EL90 では16個のメモリーボタンにそれぞれ記憶することができます。赤い M ボタンを押しながらメモリーボタン1を押します。これで1番のボタンを押せば、いつでもレジストレーションを呼び出すことができます。電源スイッチを切るとセットしたレジストレーションが消えてしまいますから、必ずメモリーボタンに記憶させましょう。
基本的なレジストレーションのセットが理解できたら、今度は音色の状態をもっと詳しくセットする操作を覚えましょう。ソロ音色のリードボイスをセットしてみましょう。リードボイスのトランペットを押すと、トランペットの音色メニューが表示されます。さらにトランペット2を選びます。ここまでは先ほどと同じ操作です。次に最初に押したリードボイスのトランペットをもう1回押します。ディスプレイに音色の状態が表示されました。これをコンディション画面と呼びます。それではこの画面での設定の仕方を紹介します。タッチトーンはそれぞれの音色に合った適切なタッチ感がすでに設定されていますが、表現したいフレーズなどに応じてタッチの深さを変えることができます。すぐ下のデータコントロールボタンで操作します。数値が大きいほど強く弾いた時の音色が強調されます。EL90 ではイニシャルとアフターをそれぞれ設定することができます。フィートは音の高さです。4フィートにすると1オクターブ高くなり、16フィートにすると1オクターブ低くなります。プリセットではその楽器に合ったフィートが設定されています。エフェクトではいろいろな効果を選ぶことができます。プリセットになっていると、その音色におすすめの効果が自動的にかかります。エフェクトオフ、トレモロ、シンフォニック、ディレイ、フランジャーを選ぶことができます。エフェクトのデータ内容をもっと詳しく設定したい場合は、ディスプレイセレクトのエフェクトセットで設定することができます。パンは音の聞こえてくる位置を左右に移動できる効果です。エフェクトオフの状態で使います。ブリリアンスで音の明るさを調節します。パネルのブリリアンスと連動しています。このボリュームもパネルのボリュームと連動していますが、データコントロールボタンではボリュームを細かく0から24まで25段階に設定することができます。ディスプレイの右上のページボタンでページを進ませると、ビブラート、リードスライドなどを設定することができます。まず、プリセットの状態では、すでにおすすめのビブラートが設定されていますが、ユーザーを選べば、ビブラートのデータを自由に設定することができます。タッチビブラートのオン・オフを選ぶことができます。タッチビブラートは強いタッチで弾くとビブラートがかかる機能です。リードスライドをオンしてレガートで弾くと音がつながってポルタメントがかかります。EL90 ではリードスライドの速さをタイムの値によって変えることができます。また EL90 ではチューンの設定ができます。チューンは音程を少しずらす効果です。
他の音色とアンサンブルしたときに効果的です。他の音色グループも同じ操作で音色のコンディションを設定することができますが、ベースボイスにはビブラートのページはありません。また EL70 のアッパーキーボードボイス2、ロアーキーボードボイス2ではディレイ、フランジャーはセットできません。EL90 ではセットすることができます。EL90、EL70 では今までご紹介してきた音色グループのほかに、オルガン系の音色グループのフルートボイスがあります。上鍵盤、下鍵盤、それぞれアッパーフルートボイス、ロアーフルートボイスで音色を呼び出します。先ほどセットしたリードボイスのボリュームを下げて、上鍵盤にフルートボイスを呼び出してみましょう。アッパーフルートボイスをオンします。ページボタンでメニューにすると、プリセットされている8種類のオルガン音色や登録されたユーザーボイスを呼び出すことができます。ではジャズオルガン4で弾いてみます。今度はユーザーボイスを作って登録してみましょう。ディスプレイの右上のページを見ると、メニュー、フッテージ、アタック、ボリューム、セーブとあります。ページボタンでフッテージの画面にします。今セットされているジャズオルガン4の音色のフィートの組み合わせ、それぞれの音量が一目でわかります。新しい音色を作る場合には、データコントロールボタンでフィートそれぞれの音量を加減して好みの音色を作ります。ページボタンで次の画面に進み、アタックの設定ができます。さらに次の画面に進み、音の歯切れを良くするクリック、レスポンス、トレモロの設定、ボリュームを細かく設定することができます。セーブの画面では、ユーザーのどれかを押すだけで今作った音色を記憶させることができます。ユーザー1に記憶させました。下鍵盤も同じようにロアーフルートボイスをオンして設定します。音色と同じようにリズムもより詳しく設定することができます。パネルのリズムボタンのワルツを押します。ワルツのリズムメニューが表示されました。さらにボレロを選びます。パネルのワルツのボタンをもう一回押すと、
リズムのコンディション画面になります。オートバリエーションをオンにすると4小節または8小節ごとにパターンが変化します。リズムバランスでシンバル系の打楽器、ドラム系の打楽器のバランスを変えることができます。ボリュームはパネルと連動していますが、より細かく25段階に設定できます。設定し終わったら忘れずにレジストレーションメモリーに記憶させましょう。レジストレーションメモリーを使って練習をするときなどはディセーブルボタンをオンにしておくと、メモリーボタンを変えてもリズムパターンやテンポはそのまま変わりませんから、練習のときなど大変便利です。リズムに連動する楽しい伴奏機能のアカンパニメントを紹介しておきましょう。パネルのリズムを選んでディスプレイを見てみましょう。ここではスイングの3を選んでみます。リズムメニューの右にあるアカンパニメントはリズムに連動した伴奏パターンです。各リズムパターンに対してタイプ1から4で伴奏が4タイプ選べます。リズムパネルの同じスイングをもう一度押して、自動伴奏のタイプを選んだり、メモリーのオンオフを設定したり、アカンパニメントのボリュームを設定することができます。音色やリズムの音の響き方をリバーブで調節できます。リバーブのレベルを設定すると、ディスプレイでリバーブの設定をすることができます。音が響く感じをルーム、ホール、チャーチの3つのタイプから選ぶことができます。レングス、デプスでかかり方をより細かく設定することができます。ページボタンで次の画面に進めると、上鍵盤、下鍵盤の各音色のグループごとにリバーブが設定できます。EL90 ではそれぞれのリバーブの量を加減することができます。次のページではペダル鍵盤とリズムにもリバーブの設定ができます。EL90 のパーカッションのリバーブはあらかじめ半分の量に設定されています。次のページでは各エフェクトにリバーブの設定ができます。ディスプレイの操作をまとめてみましょう。データを変えるときはディスプレイの下のそれぞれのデータコントロールボタンを使います。右上のページボタンで画面を変えます。
ホールドをオンにすると、他のボタンを押しても画面が持続します。コースにはいろいろな機能があります。データを大幅に変えたいときは、コースを押しながらデータコントロールボタンを操作します。ドットボタンに音色メニューを呼び出すときも、コースを押しながらページを進ませると、楽器のグループごとにページが進みます。他の音色グループの音だけ聞きたいときなど、コースを押しながらボリュームボタンに触れると、一時的にボリュームがゼロになります。同じ操作でボリュームが元に戻ります。また電源を切るとセットしたレジストは消えてしまいますが、電源を入れ赤い M ボタンを押しながらディセーブルボタンを押すと、スイッチを切る前のレジストセットが呼び出されます。電源を切ってもメモリーボタンの内容は消えません。セットしたレジストは必ずメモリーボタンに記憶するようにしましょう。レジストレーションメモリーボタンの内容をさらにフロッピーディスクに記憶させておくと便利です。まず新しいフロッピーディスクを使うときには、ディスクを入れてシフトを押しながらフォーマットを押します。もう一回押します。フォーマットをしないと記憶再生ができません。これでこのフロッピーディスクで記憶再生ができるようになりました。フォーマットするとディスクの内容はすべて消えてしまいますから、内容をよく確かめてからにしましょう。ではレジストレーションだけを記憶させてみましょう。まずソングナンバーを選びます。ソングナンバーは1から40まであります。ここではソング1にします。レコードを押しながら、メモリーボタン左端の M ボタンを押します。これでソング1にレジストレーションメモリーボタンの内容が記憶されました。演奏を録音したいときは、レコードを押してからプレイを押し、数字が表示されたら演奏を始めます。演奏が終わったらストップを押します。プレイを押すと演奏やレジストレーションが再生されます。また付属のレジストレーションメニューディスクを入れると、
ディスプレイにレジストレーションメニューが表示されます。80種類のレジストレーションをページボタンとデータコントロールボタンで選ぶことができます。ストリングスからシンセサウンドまで幅広く用意されていますので、レジストレーションの土台作りに大変便利です。応用編では EL90 を使ってディスプレイセレクトの機能をご紹介していきます。音色のコンディションで選んだエフェクトの詳しい内容はエフェクトセットで設定します。エフェクトセットを押してディスプレイに呼び出します。設定したいエフェクトの画面をページボタンで選びます。データコントロールボタンでデータを設定します。ディスプレイセレクトのフットスイッチを押すと、リズム、グライド、トレモロなどの操作を設定することができます。リズムのコントロールではストップ、フィルイン、イントロ、エンディングなど、グライドの設定、トレモロのオン・オフなどを設定しておけば、エクスプレッションペダルの左側のフットスイッチでコントロールできます。曲を弾きながらレジストレーションメモリーボタンを変えたいときは、レジストシフトを設定しておきます。レジストシフトを押します。シフトではフットスイッチの操作で一つずつ右側にメモリーボタンを移動させます。ジャンプではフットスイッチの操作で指定したメモリーボタンに飛ぶことができます。ユーザーではレジストシフトする順番を設定することができます。ではユーザーを設定してみましょう。ページボタンでエディットのページにします。まず登録したいメモリーボタンを押しておきます。セットの下のデータコントロールボタンを押します。同じ手順でメモリーボタンを登録していきます。このようにして最大80までレジストシフトの順番をセットすることができます。演奏の前に先頭のレジストレーションに矢印をセットします。エクスプレッションペダルの右側のフットスイッチで操作します。リズムプログラムでは下鍵盤に44種類、上鍵盤に35種類用意されている打楽器を使って2小節単位でリズムパターンを作り登録することができます。まずリズムパターンプログラムを押すと、リズムを選んでくださいと表示されます。
すでにあるリズムパターンを修正して作る場合は、リズムパネルで選び指定しますが、何も選ばないで話すと、新しくパターンを作ることができます。これからこのリズムパターンを作ってみましょう。ビートとクォンタイズを選びます。クォンタイズはこのリズムパターンの一番細かい音符、8分音符を指定します。ページボタンでエディットに進みます。リアルタイム入力ではメトロノームの音に合わせて鍵盤を叩いてリズムパターンを作っていきます。リズムのボリュームを上げて、打ち込みやすいテンポにして、リズムをスタートさせます。まずバスドラムヘビーを打ち込みます。次はスネアドラムヘビーです。次はハイハットクローズです。もし間違えたりした場合はクリアを押しながらその楽器の鍵盤を押さえて消します。もう一回ハイハットクローズを打ち込みます。パターンができたらリズムを止めて、ページボタンでセーブに進みます。ユーザー1から4のそれぞれの A、B、C、D、フィルに40パターンまで登録できます。ユーザー1の A に登録してみます。ユーザー1の A に登録していいですかとメッセージが出ます。確認の上 OK を押します。これで登録できました。キャンセルを押すと登録する前の状態になります。これで終わりたいときにはリズムプログラムを押します。リズムプログラムを終了してもいいですかとメッセージが出ます。OK を押してリズムパターンプログラムを終わります。ステップ入力でプログラムすると細かい音符のパターンも正確なアクセントで作ることができます。先ほどと同じようにリズムパターンを作ってみましょう。まずリズムパターンプログラムを押して、ディスプレイでビートとクォンタイズを選びます。ページボタンでエディットに進みます。ここまではリアルタイム入力と同じ手順です。今度は上鍵盤に用意されている楽器も使ってリズムパターンを作ってみましょう。まず入力したい楽器、ここではバスドラムアタックの鍵盤を押すと、ディスプレイにバスドラムアタックと表示されます。アクセントを入力していきます。休符は0で入力します。次はスネアドラムリバーブ2を入力します。同じようにアクセントを入力していきます。
次はハイハットクローズです。クリアしたい場合は楽器の鍵盤を押してディスプレイに楽器名を表示させ、クリアを押すと、この楽器を消してもいいですかとメッセージが出ます。消したい場合には OK を押しますが、キャンセルを押すと元の状態に戻ります。またはクリアを押しながら消したい楽器の鍵盤を押してクリアすることもできます。パターンが出来上がったらリズムをスタートさせて確認します。ページボタンでセーブに進めて、ユーザー1のフィルインに登録してみます。ユーザー1のフィルインに登録していいですかとメッセージが出ます。確認の上 OK を押します。これで終わりたいときにはリズムプログラムを押します。リズムプログラムを終了してもいいですかと表示されます。OK を押して終わります。作ったユーザーパターンを使いたいときには、パネルのリズムのドットボタンを押して、ユーザーのリズムパターンを選びセットします。リズムシーケンスプログラムはプリセットリズムやユーザーリズムパターンの再生順序を登録できる機能です。プリセットのリズムをセットする場合はあらかじめリズムメニューから選んでおきましょう。この場合、まずリズムの中から8ビートを押し、さらにディスプレイで8ビート2を選んでおきます。いろいろな種類のリズムをセットしたいときは、さらにメモリーボタンに記憶させておくと便利です。ではこれからリズムシーケンスに登録していきます。まずリズムシーケンスをオンするとディスプレイにリズムを選んでくださいと表示され、リズムパネルのシーケンス1から4が点滅します。シーケンス1を選んで押します。ディスプレイがリズムシーケンスの画面になりました。では、1小節ずつリズムパターンをセットしていきます。まず、8ビート2のリズムを2小節セットしてみましょう。8ビートはすでにセットされていますので、ディスプレイに8ビート2と表示されています。セットを2回押して2小節分セットします。パネルのフィルインを押しながらセットを押すと8ビートのフィルインがセットされます。今度はユーザーパターンでやってみます。ディスプレイの表示をプリセットからユーザーに変えて、リズムパネルをグリーンの文字のユーザー 1A にします。
これも2小節セットしてみます。ユーザー 1A の状態でパネルのフィルインを押しながらセットを押すと、ユーザー1のフィルインがセットされます。終わったらリズムシーケンスのボタンをオフにします。このようにして4つのシーケンスに120小節ずつリズムパターンをセットすることができます。それでは今セットしたリズムシーケンスを聞いてみましょう。シーケンス1をオンしてリズムをスタートさせます。EL90、EL70 の音色は AWM 音源と FM 音源の2つが組み合わされてできています。ボイスエディットは AWM と FM の割合を変えたり、またそれぞれのオペレーターを修正することによって音色のイメージを変えることができる機能です。ではリードボイスのトランペット1の音色で操作を説明します。ボイスエディットを押しながらリードボイスのトランペットを押します。ディスプレイにトランペット1のアルゴリズムとオペレーター1のデータが表示されました。アルゴリズムの右下のデータコントロールボタンでそれぞれのオペレーターのデータを表示させることができます。左のデータコントロールボタンでオペレーターのオンオフができます。AWM ではカットオフ、レゾナンスのデータを変えて音色の明るさのイメージを変えることができます。データコントロールボタンでそれぞれのデータを変更しエディットします。エディットが終わったらページボタンでセーブに進みます。ユーザー1から16までエディットした音色を登録することができます。ユーザー1を押すと、ユーザー1に登録していいですかと表示されます。OK を押します。エディットを終わりたいときには、ボイスエディットを押すと、ボイスエディットを終了しますかと表示されます。OK を押して終わります。ユーザーボイスを使いたいときには、音色のドットボタンを押して、ページボタンでユーザーを選んで、さらにユーザー1を選んでセットします。EL90 には、セカンドエクスプレッションペダルが装備されています。ディスプレイセレクトのエクスプレッション、ピッチ、ミディを押して、ピッチベンド、テンポのコントロールなどを設定し、セカンドエクスプレッションペダルで操作します。エクスプレッションでは、エクスプレッションペダルの踏み込みレベルをリアルタイムで表示します。ページを次に進めてみると、トランスポーズでキーを変えたり、
ピッチを設定することができます。次のページはミディです。コントラストでディスプレイ画面の明るさを調節することができます。また演奏補助機能としてオートベースコード、メロディオンコードなども充実しています。応用編ではディスプレイセレクトの機能を簡単にご紹介してきましたが、詳しくは取扱説明書をよくお読みください。新しい EL90、EL70 の世界をあなた自身で広げていってください。